HB 掲載コンテンツ制作業務、ホームページコンテンツの業務については業務委託の発注に疑義を生じることになっているのではないか。それは何のことでしょうか。何を指すんでしょうか。おそらく聞いている方ほぼ全員が意味不明だったと思います。ある団体への回答をされとる。疑義を生じることになっているなどと言われたんですが、どのような疑義なんでしょうか。これはどう見ても競争性に欠けとる。そこを疑義があるんです。よくわからん古代な表現は控えた方がいいと思います。これ自体が疑わしいです。このよくわからん疑いによって止めるなどということはありえません。市が随意契約で民間に委託している業務についてあらぬ疑いをかける山本和弘議員、本来なら自分で用意しているはずの文章すらまともに読めず、第三者が用意した文章を読んでいることが丸分かりになります。政治団体のラジコンと化した山本議員をご覧ください。次に3番の業務委託について、質問をしていきたいと思います。次に掲げる業務の民間委託に関わって、地方自治法や他の法規に抵触することなく次のことについて、執行ができているのか伺います。1から10まで委託事業を書かせてもらっております。これは令和3年から令和5年までに委託した業務委託であります。これについてですね、まず括弧1での質問になりますけど、設計の参考見積もりがほとんどの業務で自宅業者1社の見積もり書になっていますが、比較検討するのに複数社での徴収が必要と思います。問題はないのかお伺いいたします。答弁を求めます。以上、はい、工芸企画部長。はい、結論としては問題はありません。財務規則では随意契約、これは競争入札によらない契約ですが、その時にはなるべく2人以上のものから見積もり書を取ることというふうになっています。なるべくというふうになっているのは、やむを得ない時には1社からの見積もり書でも良いということを意味しており、2人以上が必須ということではありません。以上です。答弁を終わります。委員長。山本議員。設計の参考見積もりは財務規則に書いてはないんですが、今のは入札の時に取る見積もりの話であって、参考設計書を作るのですね、参考の見積もりを自分らの知識がない時には参考見積もり書を取りますよね。それが一社で行われとるんじゃが、それは縁かいうことを、自分らに知識がないから2社も3社も取って、その中で、自分なりの設計担当者が考慮してですね、数量単価を設計図としてやっていくように思うんですが、今の芥川氏の場合は一社でええんじゃと、こういうことかいうことを聞いたんで、先ほどのは入札で一社でええんかいう話の中じゃろうと思いますね。参考見積もり書を作るのに一社でええんですか。答弁を求めます。はい、工芸部長。はい、はい、やむを得ないときにはというふうに申し上げました。この場合やむを得ないときというのは、他に実施が可能な事業者がない場合にはどうしても2社を無理に探すということは、それは難しいというところもあります。そのやむを得ない場合であれば、1名で1社でも仕方がないというふうに考えております。答弁を、はい、続いて答弁を求めます。石丸市長。多分こっちの方が直接答えになるんだと思います。職員がわざわざ書いてくれてますので、秋高田市財務規則見積書の徴求というところで第100条
契約担当職員は随時契約によろうとするときはなるべく2人以上の者から見積書を調査なければならないと書いてあるのでその通りです。答弁を終わります。山本議員、今市長が答弁していただいたのはですね、業者選定の時の業者を決める時の話であって、私が言うのはその事業業務の費用を積算するための設計書の見積もりについて質問したんです。はい、分かりました。1番、工業部長の返答で、市はそうしとるのかのように理解しました。で2番目、協力隊サポート業務の設計で隊員活動費や指導費が1人または一式に、なって積算されています。この隊員の活動費が1人いくら、指導費が一式いくらというふうに、なっとるんです。これの積算根拠が不明瞭となるんですが、詳細を示す必要がないのではないかというふうに思うんですが、そこはどういう考えか教えてください。答弁を求めます。はい、工芸部長。はい、先ほど言われた、1人指導というふうになっているというのは、隊員活動費や指導費の部分の、説明になるのかなというふうに思います。でまずその一式で示している部分の業務の詳細な内容については業務使用書に示されています。業務使用書に定めのない事項については市との協議により定めるというふうにしておりますが、隊員活動費については国が示す地域おこし協力隊募集受け入れハンドブックに隊員の活動旅費等の移動や研修に要する経費、活動などに必要な資格取得費、消耗品費など隊員の業務や、生活環境整備に関わる経費というふうに記載があり、これを共通の基準として取り扱っています。ですので不明瞭という指摘には当たらないというふうに考えています。答弁を終わります。山本議員、今不明瞭に当たらん言われたんですけど、ここの設計書を見ましたらですね、指導費一式76万円指導管理費ですね、で地域協力隊活動費1人60万円、どこも積算根拠はないんです。で、これを業務委託して、検査調書を見てですね、これ60万円に相当するかせんかいう部分がどうやって確認されたんだろうと、この業務が検査調書で適切であるという検査調書になったんですね。だからこの詳細がない中で、どうやってこの税を確定されたのか、確認されたのか、協力隊員の活動費ですよ、今言われた燃料費がどうのこうの、そういうものは検査調書の中には見当たらなかったと思うんですけど、で、協力隊活動費、活動費は、これは令和4年の分ですが、1人1年目ですか、60万円、2年目の人は110万円。一人60万円、110万円。どんな活動をするんかいの一つも書いてある。これはどうやって検査の時に確認されたんですか。どうや詳細がないものをどうやって確認するのか、そこら教えてください。答弁を求めます。はい、工芸部長。先ほどの、活動費のところについては、今言われたのは、すみません、ちょっと聞かせていただきたいことがあります。活動費というふうに言われたのは、これは検査調書ですから決算の時の内容を見ておっしゃっているということでよろしいでしょうか。答弁を終わります。今ので、反問になると思いますので、ここは
はい、半分答弁してください。議長、大山元議員。検査調書で、言ったんじゃないんです、使用書で言ったんです。で、使用書の中で60万円とかいうふうに書いてあって、2年前は110万円って書いてあったのに活動費で、設計書見たら詳細があるかもったら詳細は一式って書いて、検査する最後の業務委託の確認をするときにですよ、使用書に詳しく書いてあるんならそれで確認できると思う。逆に設計書の中に積算根拠が書いてあるんならこの業務が正しく設計書通りに執行されとったという確認ができると思うんですが、まるで丸めて書いてあるのと後検査したのかのように、そこらどうなっとるのかいうことをちょっとお伺いしてるんですね。今の検査調査じゃなくて設計書の中で終わりをどう確認するのかいうことを聞かせていただけるんです。はい、答弁を終わります。反問いいですか。はい、以上で反問終了し、議員の質問に戻ります。答弁を求めます。工業部長。設計書の中にどう書いてあるかということについては、先ほど活動費については地域おこし協力隊の募集受け入れハンドブックの中に共通認識とできるものがあるので、それで確認をしているというふうに申し上げたところです。それから指導費につきましては、これは使用書のところでそれと分かるようになっていると思っているんですが、4の委託内容のところで、地域おこし協力隊員の活動支援、指導及びそれに伴う事務処理というふうな、記述がありまして、でそこに、会議等への参加、メンタルの実施というふうなことが括弧付けで書いてあります。で先ほど最初の質問の時に、問われたどのような指導監督を行っているかというふうなところがここにまさに当てはまるものですので、この使用書に基づいて適切にやっていただいているというふうに考えています。答弁を終わります。以上、山本議員。あんまり納得できるような答弁でないんですけど、これで時間取っても次のことが言われるようになりますので、3番のところ質問を行いたいと思います。全業務がですね、この1から10までの業務が、一同一受託業者による随意契約になっています。先ほど市長も答弁されましたが、財務規則第100条において、なるべく2人以上のものからとありますが、一社の見積もりで決定されているが財務規則に反しないのか再度伺います。答弁を求めます。はい、工芸部長。はい、先ほどご説明した通り、やむを得ないときは1社からの見積もりでよいというふうに、いうことを意味しており、2人以上が必須ということではありません。一般的に新しい事業を始める際にはその事業を実施できると判断できるものが1社しかいないということはあり得るということについてご理解はいただけるんじゃないかと思います。財務規則になるべく2人以上のものからと規定してあるのはこのような場合にも対応するためと考えております。答弁を終わります。はい、山本議員。考え方の相違になる可能性が高いんで、この3番は終わっていきたいと思います。4番に移っていきたいんですが、丸3定住 PR パンフ改訂版印刷業務、丸 6HB 掲載コンテンツ制作業務、
07入場500年記念デザイン業務、09スマートフォン教室開催支援業務、支援事業。この業務は受託業者より、より専門性を持った業者が他にもいると思いますが、なぜ、一社による随意契約になったのか伺います。答弁を求めます。工芸企画部長。はい、丸三の定住パンフレットの業務につきましては、その前の年である2020年度に作成したパンフレットを改版増刷するもので、この事業者が作成当時のデータを所有しているためです。丸六のホームページコンテンツの業務については、広島県と連携して行う広島里山ウェーブという移住定住推進事業関連のホームページ記事を作成するもので、前年度からこの事業の地域コーディネーターをこの事業者の代表が務めるなど、関係する記事の作成に最適の事業者であるためです。丸7の入場500年記念デザイン業務については、入札参加者名簿のうち広報、企画、制作、その他デザインなどに該当し、市内に本拠地のあるものとして検索した結果、1社のみが該当したものです。丸9のスマートフォン教室の業務については、市内事業者で過去に実施実績のある2社による選考を考えていましたが、そのうち1社が入札参加資格の届出を出されていなかったため、残る1社と随意契約を締結したものです。以上です。答弁を終わります。山本議員。6番7番は業者名を言ったらいいんですか、言ってもいいんですかね。今のうちの秋田市の広報を書き寄る業者がおられますよね。この業者の方は広報を書く中で秋田市の取材に歩かれながら記事にされとると思うんです。この秋田市の広報を書かれとる業者は対象になると思うんですが、なぜそれを外されたのか。で、スマートフォン教室は届け出がなかったら やられれば届けられませんかということは言えんのでしょうか。以上、お伺いします。答弁を求めます。以上。はい、工芸部長。私の方からは6番と9番のところについてお答えをいたします。6番の、ホームページコンテンツ、広島里山ウェーブの関係の内容ですけども、やはりこれはこの事業について関わる、記事を書くというところで、もうすでに、持っているデータなども多くございました。ですので、明らかに、今委託している事業者の方が、安く価格も抑えられますし、実施が容易にできるということで判断をしてこの会社というふうにしております。で、9番のスマートフォン教室のところについては、入札参加資格を届け出を出されていなかった。で、その入札の契約をするタイミングとその、入札参加資格者名簿というのも、随時出せるというものではなくて、年に何回か提出できる期間というのが決まっております。で、その判明した時点でその次の入社、受付時期というのがその契約をしなければいけない時期よりも後でしたので、やむなくここは1社だけというふうになりました。以上です。はい、続いて答弁を求めます。柳川教育次長。はい、丸7番についてお答えします。入札参加資格者名簿のうち、
駅務の提供、広報企画制作その他デザインの搭載業者で秋田方市内に本拠地があるに条件を絞って選定をした結果一社が該当しております。以上です。以上で答弁を終わります、はい、山本議員。問いの3番4番を通じてですね、これは業者の指名に関わる問題なんですが、秋田方市には指名業者選定委員会というのがありますね。その委員長は副市長がなされているというふうに思います。そこで副市長にお伺いしますが、委員長としてお伺いしますが、この業務の発注について委員会内で異論は出んかったんでしょうか。答弁を求めます。はい、米村副市長。委員会では随計理由を複数の委員で精査し、この内容で間違いないと適正であるとして異論はございませんでした。答弁を終わります。山本議員。それでは4番までを進めまして、5番に移っていきたいと思います。普通予定価格より落札額が下回るのが通常で、あると思います。すべての業務で設計のための参考見積もり額、設計額、予定価格、落札価格、契約額がすべて一致しているのは偶然にしてはあまりにもおかしいと思います。参考見積もりを徴収していない業務についても設計額から落札額までの金額が同じというのは疑問を持ちます。1から10の業務についてこの同額ということについての疑問に対する説明をお願いいたします。答弁を求めます。工芸企画部長。はい、先ほどもご説明した通り、特に新規事業を始める場合には実施可能な事業者が1社しかないというケースがあります。またその場合は予定価格と落札額が一致することはあり得ます。議員の言われる予定価格より落札額が下回るのが通常というのは2社以上の競争があった場合のみ成り立つということと考えています。以上、答弁を終わります。はい、山本議員。今の答弁は当たり前だというふうに言われたように、思うんですが、それでいいですか。答弁を求めます。石丸市長。至極当たり前の話です。答弁を終わります。山本議員。じゃあ当たり前だということなんで、6番へ行きます。掲載した1から10の業務は委託による協力隊員受け入れ体制を取るために行政が絡んで組織した経緯があります。業務委託の発注に疑義を生じることになっているのではないか、このまま引き続きこのような形態を続けることは入札談合、すいません、ここ字の訂正をお願いしたいんですが、入札談合透析と書いてあるんですが、入札談合と関与行為いうふうに訂正して、等関与いうふうに訂正していただきたいんですが、入札談合と関与行為の排除および
防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第8条に抵触する疑いを持つことになります。よって、今1から5まで、質問させていただきましたが、今回の発注形態を今後ですね、取りやめるか改善を図るかということにならないか伺います。答弁を求めます。部長、反問お願いします。はい、石丸市長、今ので説明が分かりませんか。はい、不明な点が多いので反問します、はいはい、ただいま市長から反問権の申し出がありましたので許可をいたします。石丸市長、はい、2つほどお伺いします。順にいきます。まず1つ目、行政が絡んで組織化した経緯とおっしゃったんですけども、それは何のことでしょうか。何を指すんでしょうか。おそらく聞いている方ほぼ全員が意味不明だったと思います。具体的にお願いします。答弁を求めます。いや、元議員どうだったかな。行政が絡んで組織化ということについての質問なんですが、今の設立当時のその自宅事業者の方がですね、書き物にして提出されとる部分があるんですが、前副市長からこういった会社を作ってですね、やったらどうかと言われたけ、そういうふうな会社を作ることにしたんじゃというような、ある団体への回答をされとる。それを読んでですね、ああ行政が絡んだんじゃのうというふうに思ったんですが、今の副市長じゃなくて、前のですよ、で市長になられる前にそんな話があったらしいんですけど、そこをまあ指してるんです。答弁を終わります。以上、続いて反問ですか。はい、はい、石丸市長。はい、では業務委託の発注に疑義を生じることになっているなどと言われたんですが、どのような疑義なんでしょうか。何が問題だと主張されるのか、具体的に明確にご指摘ください。答弁を求めます。山本委員。ですね、業務の設計書を作るのにですね、参考見積書をその受託業者から取っとるんです。でその受託業者の示した数字を持ってですね、市の設計としとる。で指名委員会にかけたら、この会社しかおらんのだと、他に入札でやるよりこっちの方がええんじゃというような理由でその業者を指名をしとる。でももちろん市長は設計金額を値引いたりすることはいけんことを総務省に言っておりますよね。ですから市長はそのまんま設計額の予定価格にしていく。で実際に入札の見積もりを取ったらですね、設計額イコール入札のための予定価格がイコールなんですから、見積もり業者はその価格を出してきたら落札という、最初で結果的にはその業者と契約ということになっている。一つも競争性がないので、最初から価格がその業者に筒抜けじゃないかということを
いやいや、ちょっと僕で聞きなさい。反問して余計分からなくなっちゃうから。いやいや、反問じゃけど具体的に小学校の4年生でも分かるように説明しよう。いいですか。要するに設計をするための見積もり書は自宅業者から取って、その自宅業者が出した額が全てに行政文書の中で同じ額で言っとる。最後はそれでもって契約されとる。これはどう見ても競争性に欠けとる。そこを疑義があるようです。どうなんですか。答弁を終わります。で反問は終わっていいですか。はい、以上で反問を終了し、議員の質問に戻ります。答弁を求めます。はい、石丸市長。まず2つ反問がありましたので、それを踏まえていきます。まず1点目の行政が絡んで組織化した経緯というものは、単に前の竹本副市長がその協力隊員、事業者の方に法人化してはどうかという助言をしただけというふうに伺っています。この行政が絡んで組織化した経緯などとよくわからん誇大な表現は控えた方がいいと思います。これ自体が疑わしいです。この表現が単に当時の副市長がこの先を見据えて事業を法人化したらどうかと言っただけです。こんな行政が絡んで組織化したというほどのものではありません。まず1点目。そして2つ目、疑義を生じることになっている云々に言われるんですが、一切ないというのがこれまでの答弁で明らかになっています。ですのでこの順番で言えば括弧6ですか、そのことに対しても、はい、抵触する疑いはありません。よって取りやめになることにもなりません。当たり前の結論です。そしてこれらの携帯については私が市長にする前から、そして本件に限らずですね、いろいろなところで発生しています。あの随契約随契と呼ぶんですけども、本当は入札で決められた方がいいんですね。これまた当たり前の話です。でそこに市場原理が生まれるから、競争があるから、より質が高いもの、そして費用が抑えられるものが選ばれるんです。そうなればの過程の話です。そうならない現実があるから随契を今回の例で言えば適用されている、それに過ぎません。で部長の方からも話がありましたが、随契にせざるを得ないんです。田舎の方は事業者が少ないんですから、供給力が不足してるんです。これが田舎の大きな課題なんです。まあ、行政に馴染みがない方は分からないと思うんですが、市として事業を推進するにあたって民間の活力を言うのは簡単なんです。実現するのが難しいんです。しかしなんとかこれまで今ご質問にあった件に関しては秋田方市非常にうまくやってきているというふうに評価をします。それは私が市長に就任する以前からの話です。他の自治体に対しても手本になるような非常にいい形でついていますので、当然これからも適宜見直しは必要あれば行いますが、あえて改めてこのよくわからん疑いによって止めるなどということはありえません。答弁を終わります。はい、山本議員。今市長はですね、適宜見直しを考えるとこういうふうに言われたんで、疑義が持たれるような部分はですね、適宜改善されるように、市長の答弁に期待していきたいというふうに思います。で、この制度はですね、交付税が下りると、総務省から交付税が下りるようになってますが、それは実施年度に下りるんでしょうか。答弁を求めます。工芸企画部長。はい、はい、何人雇用しているかということの調査が、参って、でその年に交付される金額の中に入っているというふうに捉えています。ですので実施年度に交付されます。答弁を終わります。山本議員。今の地域おこし協力隊推進要項、これ総務省が出しておる分だろうと思いますけど、
この要項の中にですね、実施した後適法であれば交付するというような要件になっているんです。ですから本年度当該年度を実施してそれを見て当該年度に交付金が出るというふうには取れるのですが、翌年度になるのかと思ったんですが、当該年度の実施状況を見て当該年度に交付金が下りると、こういうことでいいんですか。答弁を求めます。以上。工芸部長。はい、当該年度に入るということで間違いないと考えています。と言いますのも、特別交付税というのは他の協力隊分がいくら、この分がいくらというふうに別々に入るわけではなくて、他の災害で大変だった地域には出たりとか、さまざまな要因で、金額が確定されます。ですので、その中に、入っているかどうかということを確認できるものではありません。で、人数についての確認があること、活動実態についての確認があることについては承知をしております。で、適法かどうかというところについては後に、調査、財務調査ですね、税務調査か、そういう、国が定期的に行う調査がありますので、そこでもし仮に問題があれば、そこで精査されるということもあるというふうに考えています。答弁を終わります。じゃあ山本議員。じゃあ今の私が質問した地域保守協力隊の業務の中はですね、見積もりの徴収、受託業者からの見積もり徴収で、それに伴う設計で、予定価格で、随意契約の一社の見積もり入札で、最後その業者と設計を出した業者との契約という流れがですね、総務省が認めるんかいうところがちょっとあるんですけど、じゃあ今まで認めてきたというふうに理解していいんですか。答弁を求めます。工芸部長。はい、はい、その通りです。全く問題がありません。以上です。答弁を終わります。山本議員。最後質問しますけど、総務省の交付要項にはですね、総務省はその取り組み実績を事後的に調査の上財政上の措置を講じるものであるという、事後的にいうのがついてるんですけど、単年度でその事業が正しいかどうか、横にそう取るかどうかいうのはいつの時期にやるんでしょうか。3月にやらねば意見を思いますけど、これを読んだら次年度以降かのというふうに思うんですが、単年度じゃ言われましたよね、交付税措置をしてもらうと。ここの要項にはそこに書いてあるんですが、この単年度できるかどうかというところを説明をお願いします。答弁を求めます。年度ごとにしか入らないけど、評価自体は任期があって、いいですか。答弁を求めます。工芸部長。はい、はい、毎年、何人、秋田方市には地域おこし協力隊がいるかという人数の確認と、どのような活動をしているかということについて、特別交付税の算定根拠についての調査があります。ですので、その都度入っているというふうに、捉えております。実際にいつどのタイミングで入ったかということについては国にしかわからないと思います。以上です。答弁を終わります。山本議員。はい、これもはっきりと理解できる部分までの回答ではなかったというふうに理解します。以降はですね、予算委員会、決算委員会でより詳しく質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。これで私の質問は終わります。いかがでしたか。
本来ならホームページと読むところを HP と読むことは自分で作った文章ならばありえないでしょう。その他にも文章を読んでいる時に露骨にもたついている場面が何度もあり、政治団体の操り人形になっているのは明らかです。ここまでバレバレになってしまうと政治団体も山本議員に任せたことを後悔していそうですね。今回の件について皆さんはどういった感想を持ちましたか？ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。